うわ、もったいな、ここ。これ多分2階建てだけど、上まで建てられるよな、これ。これ本気で 本気でテントじゃないですか。いや、時々なんかね、俺はこれでいいのかと思うんだけどね。マジテントです、これ。初めて、もう常設になってる、ね、常設テント。すげえ。でも天井が高いからいいんだね、これね。抜いたんですよ、天井。あ、抜いたんだ、やっぱり。抜いて塗って。でも、十分過ごせそうですね。これもしかして寒いとかって？プチプチは。うん、そうですね。ですね。まあ、寒いけど今年暖冬だったし。これ常に？夏も。常に。あ、夏も。クーラーのあれとかも。すっげえ。お風呂ないから、ジムすぐ近く。水道は？手洗いとはある。トイレもある。トイレも。なんでしょう。お風呂だけないから。これ生活用品が入ってるんですか、これ中には。いや、もう生活用品はほとんどないの。別にほら、外食ばっかで。あ、そっか。洋服だけ。洋服は洗濯はどうしてるんですか。ランドリーがすぐ近くにあって。ちょうど昨日洗濯したとこで。ああ、並んでる。たまたま並んでる。あ、たまたまね。うん、かっけえな。今引っ越すか準備とか出して。もともとはどこかに入れてたってこと。この奥に入れてたんですけど。ああ、後ろ、そこが倉庫代わり。ネズミがいっぱい出ちゃって、かじるからこっち出して。あ、ネズミやっぱいるんだ。やっぱこういうとこはつきものか、倉庫は。いいっすね。いや、でもこれ多分何の不自由もなさそうですよね、慣れると。そう、まあ冷蔵庫は外だし、お風呂も。あ、冷蔵庫？外。あ、冷蔵庫っていうか、まあ、コンビニ。ああ、オッケー。冷蔵庫、コンビニね。スーパーも運動にあるし、すぐ都会だし。すげえ。男一人にはなんか、まあまあ問題ないですよね。ここ全体で家賃が結構10万ちょっと。全体でで、3人であるから、まあ僕のとこ一番広いからちょっと高くて4万いくらで。いやー、でもそれでもね、でもね、安い。安いね。安いっす。お風呂入れてね、なんかねえ、お風呂入れて狭いとこ住むよりは全然いいっすね。天井も抜けてるから。結構事務所物件だと10万円も払えば結構広いの都内だったりして。え、そうですか。うん、5、60とか。今日はジムでいいじゃん。いや、全然いいっすよ、ほんとに。あと銭湯とかね、銭湯大好きなの。あー、近くにある。あったけどね、どんどん潰れてって。今、神保町の駅まで行かないとなくなっちゃって。で、昔はすぐそこにあった。神保町の駅、結構遠いですか。駅からすぐそこだから、そんな、まあ、チャリで。あー、チャリがあるからね。すっげー。おぉ、こういうの取っちゃいけないのかね。あ、いいですよ、そうそうそう。自分家にしたいね、これね。こういうのは全部。面白い。なんか、R 不動産系みたいな感じでね。あ、そう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 。後ろにソートとお寺ね。で、この辺の通りがすっごいおしゃれで。あ、ここが、ここが、おしゃれっつっても、その、プロート受けするお寺とかがあって、人が少ないんだけど、そうだ、京都へ行こうの。あ、なるほど、CM 撮ってたりとか。CM 撮ってたりとか、すごいお寺が何軒もあったりして。で、この嵯峨野っていうのがお金持ち地域で。これ、ここがね、すごいいい雰囲気。これはすごい、まだね、そんな観光地観光地してないから。大覚寺。大覚寺。この大沢の池っていうのがまた有名な。あ、こっちは広沢の池っていうのがすごい。で、ここお寺ストリートだから、この大覚寺から仁和寺で、銀閣寺につながる。ここまっすぐ行くと金閣寺に繋がるから。で、両安寺、銀閣寺じゃない、銀閣寺こういう風にね、ルートとして。うーん、でまだそんなに観光地が来ないですよね。金閣寺はすごいけど、そこ、まあ、造形班から市場の間が普通の繁華街。繁華街、うん、で、ここが昔で、ここ一本入ると木屋町とかつって、まあ、それこそ新選組とかがいたような町になってきて、ここ木屋町通りというショットバーみたいなのがバーって並んでて、昔みんなここに行くみたいな。で、そこがなんか景気悪くなっていって、風俗とかパチン、なんか増えちゃって、みんな、この通りもなんか変な
店が増えたからみんなこっち側に来て、ほーから烏丸置いてから市場烏丸ここにいるんだ今、うん、どんどん西に流れてきてて、うん、でだからもちろんここら辺が一番おしゃれ、あそうここら辺だ、ここら辺ね、えがなんちゅうか青山みたいな感じ、あーまあ青山ってほど高級じゃないけどまあ大観山を見て参道を、まあ、あんまそういう大きい資本が入ってないから、うんうん、だからこの辺が表参道の通りだとしたらまあ裏原的な、なるほどね、ここら辺がじゃあ洒落てんだ、うん、すごい洒落てる、他はこの京都ぐっとあるけど他はじゃあ全然ないの、この辺もちょいちょい今最近だからまあここ中心にちょいちょい洒落てきてって、駅近辺は全然ってこと、駅近辺は今その再開発で多分しようとしてて、でそのさっき言ってたのが1個出てきたぐらいってこと、あ、何なんだっけあのギャラリーと、あ、そうそうそう、この南の方にそっちにはほとんどいないんだ誰も、今まだそんなに来てない、やっぱりちょっと雰囲気悪いんですよ、でここに湯治があったりして、ここはみんな有名な朝市があるから、前東京から何人かアテンドした時みんなここ行きたいって朝から連れて行ったりとか、今多分この公園の周りを開発してるんですよ、綺麗な水族館できたり、うちの京都水族館とかできたり、まあ、聞いた話だからちょっと定かか分かんないけど、ここら辺にホテルがちょいちょいできたり、おしゃれなカフェができたりして、そこら辺か、ここら辺、うん、